バカなのか、大晦日ぞ。いや、ウエットよ。ウエイト 7.5 キロです。あ、冷たい。いや、なんで楽しい。こんにちは、マットテスティカです。今日も激に動画撮っていこうと思うんですけれども、私本日 F ドリーム平塚さんに来ております。 P さんとスティックがいるわけなんですけれども、え、今日何日？2023年12月31日だ。バカなのか、大晦日ぞ。何カート乗りに来と。走り納め。走り納めですね。あー、そういうことなんですね、はい、ずっとね、顔認証がすごいとこ行ってんのよ、これ。そう。もともとですね、僕は大晦日にカート乗って年越しの動画を撮るつもりでいたわけですよ、はい、我々で忘年会をしたら、なんか一緒に行こうかなみたいな話になりましたよね。すごい嘘を通してた。そういう顔ではあった。あと3人とも酔っ払ってた。そうね。酔った勢いで、いや僕スティックさんより1秒も早いっすもんねとかって煽り散らかしてたやつもいたし、よくわかんないけど敵対心バチバチになって、今日ついにチャンネルで一番早い男を決めると。もうあの体重計もちゃんと乗って、ウェイトも合わせてタイムを競うと。で、なんなら車も一緒にしようじゃないかという話をしてますね。で、いや、ウェットよ。バチクソウェットコンディションなんですけど、ウェットもウェットよ、これ。お客さん僕らともう一組しかいないんですけど、今のところね。乾くんか？乾かないね。どう思います？レース経験者、乾くと思います？無理だね。じゃあとりあえず今日のレギュレーションを整理しましょう、はい、一応このレンタルカートソディのワールドシリーズっていうのが80キロ合わせなんですね、はい、なので本日皆さん体重計乗ってもらって、ウエイト積んで走ってもらいます、はい、50周券を買ったので、最初20周は練習適当にやりましょうと。その後みんな10周の中でタイムを測り、誰が一番早かったのかという形で勝負になります、はい、3回目が勝負ですね。そうですね、はい、順番じゃんけんしようぜ。最初はグーじゃんけんぽい。あ、俺勝った。じゃあ俺最後。最初はグー、じゃんけんぽい。お、じゃあ最後の1個前。真ん中、はい。大丈夫ですか？トップバッターに。余裕っすか？別に雨の走り方するでしょ。お、お、濃いな。やっぱじゃあ付箋出てる男違うっすね。何十年前の話をこっち来るのはやめた。まあでも走り納めなんでね、そうね、楽しく和気あいあいとズブ濡れになろうと思います、はい、というわけで今日も元気にやっていこう。というわけで体重計乗ります。ヘルメットも全部持ってます。ヤマト 74.8 ぐらいなので、ウェイト 7.5 キロです。黄色と赤。スティックさん 55.3 なので、スティックさん25キロですね。青青赤です。最後 P さん 52.8 なので、はい、27.5 キロ、黄赤青青です、はい、とりあえずね、まずは練習なんで楽しんでいきましょう。あー、パーツまでびっしゃり。そろそろ真剣に自立するとこかな。緑自立しないね。乗っちゃダメだね。うわ、なんで楽しい。ドリー、超楽しい。イエホン。ケツびっちゃり。超楽しい。あ、なんか元気ないの？車に乗った。運転して酔ったの。いや、めちゃ楽しいよ。どう？やばい、超楽しい。超楽しいよね。アメカートね。やばすぎる。今のところ1秒差ぐらいだね。そんな感じでしたかね。多分。いや、次頑張りましょう。まあ、まだもう一回練習あるんで。そうですね。楽しんでいきましょう。楽しい。
さあ、はい、2回の練習を終えて、はい、いよいよスーパースティックのタイムになりましたけど、スーパースティックのタイムスーパースティックのスーパーラップになりましたけど、はい、てか雨すごいね。すごいですね。超楽しいね。めちゃくちゃ楽しい、うん、一周一周全然路面コンディションも変わっていくのが分かるしね、勉強になるね。勉強になりますね。もう僕は途中から流す方が楽しくなっちゃって、なんかタイム見たら僕1秒ぐらい遅いみたいね。競技違うよそれ。違う違う違う、違った。ドリコンじゃない今日。ドリコンじゃないんだ。ほんとインフィールドとかずっとカウンター当てたままキュッてやって全開でバーっていくと、こっちにこうやってピクピク。それはそれで楽しいんですけどね。はい、タイム出していかないと。そうね、1秒違うもんね今んとこね。今んとこ様子もそうね、もしかしたら7番とか10番早いって言われてる中で、僕一応14番に今乗ってますからね。そうですね。まあでも紐出てきて多分ここからまだ乾くから。はい。で1人目のアタックはスティックですね。スティックさん、はい、ます。あの人顔色悪くなかった？顔色悪いですね。そうだよね。ワンチャンこの今のトイレも怪しいっすね。怪しい？怪しい。ウエイト軽くしてる可能性ある。軽くしてる。胃の中の。うんうん、そうそうそう。残留物のね。なんか君さ、その帽子かぶってるとウォーリーみたいだよ。メガネとは。はい、待ってるでしょ、それ。顔色がすっごい悪いけど。気のせい。気のせい。うん、元気よ。ほんと？この後、スティックさんのアタックですけど。はいはいはい。とにかく顔色が悪いけど。大丈夫、青いから。いや、顔色は青かったらダメなんよ。大丈夫。じゃあ頑張ってくださいね。スティックの走行が終了しました。大丈夫ですか？ポカリまで持って。うん、大丈夫。元気がなさそうですけど。タイムは、なんと、じゃーん。あ、違う。これはショートカットしたやつね。43秒の6。早いんじゃない？最初。そうなの？もう乾いてる。ほら、見て一方だ。ブレーキポイントがあると10メーター違うよ。そうだね。うん、ターゲットタイムが出ましたね、7号車。というわけで、じゃあ次は T さんのアタックですね。どうすか？自信のほどは。ちょっと、路面が変わってきてるんでね、マジでわからん。ああ、まあでもむしろ早いんじゃない？路面変わってきてるってことは。いや、でもやっぱりこう、ドライのところと濡れてるところがあると、うん、こう、差がね、あって、よくわかんなくなりそうだなと。なるほど。散らかりそうだなと思っておりますよ。そういうことですね。はい、まあということでですね、誰も面白が言えなくなってきております。みんな変な方向性で真剣になってたりとかですね、全然 YouTube してないですね。ただただカート乗ってます、みんな。良くないと思うな。だから再生数出ないんだよ。ちゃんと面白しないと。僕だってわざわざ今ね、45秒ゼロっていうタイム出して、この後ぶっちぎるっていうエンタメをやろうとしてるわけですから。分かってないな、みんな。もうガチなのよ。あいつが一番空気読めてないから。本気だから。こっちは。行きのね、車の中で言ってたのよ、スティックさんと。やっぱり来年、もうこの動画2024ですけど、山岡屋カップやるんだったら、じゃあなんか賞金ぐらいないと燃えないよねっていう話を、行きの車の中でスティックさんとしてたの。はい、でもね、違うんだよ、はい。君だけが負けることが嫌ってモチベーションだけで練習に来てんの。そうそうそう。負けという事実がいらない。あの男が一番エンタメできてない。エンタメなどする気がない。これが僕のエンタメです。ああ、そうなんですね。本気になる。アスリートなんだよ。その思考だとな。いよいよ始まります。わ、もうドライじゃん。これはほぼドライですよ。さあ、スティックには負けられない。軽く行ってみましょう。もうこれドライだな、ほぼ。これで勝てなかったらダメだよ。ああ。7号車、久々。さあ、アタック。ああ、やばいやばい。これ難しいな。おわ、動きがなんか、ヤマさんどこ行った？あ、というわけで、前で脇下がアタックでございます。なるほど、遅いんじゃない？ちょっと煽っちゃうよ、煽り寄せちゃうよ。めちゃめちゃ後ろにいたじゃん。頑張れ頑張れ、ごめん、壊れてきてるぞ。
言ってもそばから見つかもうドライだよ。ありがとうございます。競技違うよもう。うん、これはダメだ。スキーさん走行終了ですか。はい、終わりましたね。どう、手応えは。微妙ですね。もうでも多分走行中の車載に映っちゃってるんで言いますけど、はい、あの人より2秒ぐらい速くなっちゃってるのよ。路面乾いてきちゃって。競技が違いますね。もう道路がさ、ドライなんよ。レコードラインは全部これね、誰が速いとか決められんよ。運要素で Q2 乾いてなんかわけわからんことなっと。それが余計だった。スーパーラップって。スーパーラップというもんなの。そうね、まあそういう意味ではやっぱじゃんけん勝った僕が一番有利だったってことだね。はい、というわけで、はい、タイムの用紙もらってきました。 T さんのタイム、てん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 41秒0。はい、スティックのベストタイムがこれだから40秒6なんで。違う T さん、ちょっとこれ卑怯ない。ヘビーウェットのスティックに負けるのどうなの。これねスティックのアタックラップは43秒6。話にならんやんこれ。 T さんが41秒0、はい、もう2秒違うんで、はい、まあ、誰が早いかっていうのは今日はもうほんとね、じゃんけんの勝ちだ。これ違うわ、41秒0じゃない。これ10周目インラップでしょ。だってインラップだけど、でもインラップが一番早いじゃん。違うインラップね、あのオーバーランしたんですよ。あ、そうなの。そうだから、あ、じゃあ2です。41秒の2ですね。はい、まあ、そんな中、鈴木、予選ね。まあ、まだ僕練習走行なんですけど、40秒0っす。これインラップだよ。あ、そうだね。でも別に何もオーバーランはしてねえと。え、でもインラップにタイム出るとおかしいでしょって、これ。どこで計測されてんのじゃあ、それ。審議。まあ、じゃあ審議だとしたら、1秒7だね。7。うん。うん、確かにそうだね。もうドライだよ。どんどん乾いていくよ。もう結局今日雨練習したよってだけになっちゃったやん。そうね。楽しかったっていう動画に。価値なんかねえのよ。なんなのこの大晦日にわざわざ変わってきて、楽しかったで終わりそうな。じゃあ、ん？お蔵入り。朝早起きしてさ、俺昨日4時まで編集してたのにさ。しかも吐きそうになりながら来てる人もいるし。というわけでですね、もう路面もバリバリドライになってきたんですけど、とりあえず一番早いと評判の7号車で私もアタックしてこようと思います。うわー、7号車速いなー。頭の配列めっちゃいいなみんなで遊ぼう、みんなで遊ぼうよ、これだけが欲しいよ、早く来いよ。タイム出たかって待ちやがって。ストレーターが遅すぎるよ、この車。というわけで、2023年、勝ち納めは、ボスボリューム東京のカートでした。早すぎ。はい、というわけで、お疲れ様でした。お二人とも。ちょっと、タイムの方に集まってもらって。はい、一応ね、最後のタイム発表しましょう。スティックのベストタイム。はい。36秒5。お、
おー、だいぶ速くなったじゃないですか。43秒とか44秒の世界から36秒、頑張った、世界変わりましたよね。だいぶね、だいぶね、違うから。で、T さん、はい、ドゥーン、36分。あれ、はい、最後の枠はドベやん、珍しい。車遅すぎ。14番きついよね。ストレートスピードが全然違いますね。全然違うよね。まあ、そんな中ですね、ウェイトを揃えて挑ませていただいた本日の私、35秒の3。イエーイ、今ここの3人の中で僕が一番速いです。やめてやめて、何映してんの、ゴミ箱。誰がゴミ箱だこの野郎。まあでも年納めは運を味方につけて勝たせていただきました。そうですね。でもやっぱカード楽しいっすね。うん、楽しかったです ね。スティックさんもどうですか、久々にこうやってカードが乗ってみて。疲れた。純粋に楽しめた一日でした。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあでも良いお年をではないんだよな、もう新年明けてるからな。まあ今年もカードの動画いっぱいやってくんで、みんな見てもろって、はい、数字で見るって。山岡屋カップあんな頑張って3900再生辛いとは思いますが、引き続き頑張って数字が出るように努力していこうと思いますので、カードの早い皆様、主に東海圏にお住まいの森川選手、ちょっとカードレクチャーしてください。よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。なんで俺だけしかテープなんだ。ゴミ箱どんなよ。ミストララウンド、ミニファンとパチンコ勝負。でも僕この車、ホワイトボックスがなんか壊れてて、いつもより 2.2 キロ重いね。まあもうなんか動画的には打足なんですけどね。サムネを撮ろうということで最後10周だけ乗りました。勝たせていただきました。35秒1です。僕35秒4かな。まあ、というわけで、年内最後の大一番は私の勝利ということで。なんかライオンみたいな髪型してる。負けたし、もう帰ろう。いやーでも本当楽しかったですね。レンタルカートと言いつつ、まあみんなゴーカートゴーカートって思うかもしれないんですけど、意外と走ってみると楽しいし、燃えられますので、うん、ぜひお近くにカートコースがあるという方はですね、最近お台場にもできましたし、確かに友達と遊びに行ってみてください。まあそれなりにお金かかります。うん、僕は山岡カップで8万7000円を使ったみたいです。ですが、気軽にモータースポーツが楽しめて、友達たちとこうやって切磋琢磨できるのは、身近にあるのはレンタルカートかなと思いますので、ぜひ皆さんで楽しんでみてください。仲違いだけしないように気をつけてね。そうですね、僕と T さんは定期的に仲悪くなってるんで、帰りの車はなんか地獄みたいな空気の時あるから。そうよ。カメラが回ってるところまでは笑顔です。というわけで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。いえ、俺の勝ち。キモ。ゴミ箱取んなよ。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。